か。もう一個。最初にこう僕が主体的に動いて、まあランナーと思いっきり自分の方向に行って、でまあ後半はその重りの高さによって、もう一方の重りと、まあ、こっちの身体が同じ高さにするようにバドル化するようにして、まあ、外部のこの要素によって身体が固定されるようになって、まあ、僕はちょっと彫刻をやってるんで、その身体の普段のものにちょっと興味があって、まあ、作品ってこう、まあ、彫刻ならこう、まあ、物が発達してるけれども、その、まあ、そのプロセスというか、その時間みたいなものも含めて、どこまでの作品なのか、その時間のプロセスもそうだし、もっと他の外部の要素とかも、どこまで作品と言えるのかみたいなことを、まとめてやっています。ちょっと、ね、今回の話の全然予定で分かるんですけど、まあ、すごい、まあ、すぐやるようになると思うんですけど、まあ、体を動かして、まあ、そういう条件をつけて、まあ、制約をつけて、体がどういうふうに動くのかみたいなことを、まあ、見られましたら、何かいいと思います。ちょっともう、時間とかも、まあ、時間は大体10分ぐらいで、まあ、簡単なものになります。まあ、場所の伝え方は、パフォーマーである僕が考えてみて、まあ、周りを取り囲むように全く作品がある。というような舞台だったんですよ、仕事が。そんなに